私が出演します NTT ドコモの新 CM が完成しました。今回の CM は他の人の動きやスキルをドコモの仕組みを使用して、私の腕につけたデバイスを通じてシンクロさせる人間拡張という少し先の未来の技術がテーマです。プロピアニストの角野隼斗さんの動きとシンクロして私がピアノを弾いています。実際に、角野さんが手を動かすと、私の手が動くということがとても不思議で、6G の時代には、こんなことができるようになるんだなぁと、とても驚きました。エンターテイメントだけでなく、この技術がどんどん進歩していくことで、医療技術などにも応用され、社会に役立つのではないかなと思います。できなかったことが、スキルをダウンロードしてできるようになる、今までの常識が変わる世界が、もうそこまで来ている。そんなワクワクする CM になっています。ドコモが変えようとしているワクワクする世界にも注目して、ぜひご覧ください。愛さるかでした。もしもピアノを弾きこなせたら、そんな夢を誰もが叶えられるようになるんです。6G の時代へ向けて、ドコモは動きをシンクロさせる技術を開発中。あ、指が勝手に動く。スキルをアプリみたいにダウンロードできる時代にしたいんです。新しい常識が始まる予感。あなたと世界を変えていく。ドコモ。